長野県民を代表して、皆様方のご活躍に心から感謝、そして、敬意を表したいというふうに思います。先ほど横浜市令の方からご報告をいただきましたけれども、今回の3月11日東日本大震災、1000年に一度の規模と言われる大変二度の想像を絶する大きな被害があったのです。地震だけではなく、津波、そして原子力災害、そうした大変過酷な状況の中で任務を遂行され、そして思っていらっしゃった皆様たちに心から